ピーター・バーグは、アメリカの俳優、映画監督、プロデューサー、脚本家。1962年、ニューヨーク生まれ、コネチカット州にある、私立高校を卒業後、マカレスター大学に進学し、演劇文芸、演劇史を専攻する。在学中に、映画界のキャリアを積むためロサンゼルスへ住まいを移し、そこでさらにバーグの演劇熱に火がついた結果、勉学を捨てて、 制作進行の職に就いた。1986年、テレビドラマ、ザシークレットハンターで俳優デビュー。その後も、映画、テレビの出演を重ねていき、中でも代表作となったのが、ドラマ、シカゴホープのビリー・クロンク役だった。シカゴホープは出演するより先にニュアの脚本を書いており、シリーズの出演終盤には監督としても参加している。 劇場映画の監督デビュー作は、キャメロン・ディアス主演の、ベリー・バッド・ウェディング。私生活では、長年付き合っていたエリザベス・ロジャースと1993年8月28日に、結婚、1996年に離婚をしている。2003年から2006年春頃にかけては、エステラ・ウォーレンと共に、プレミア会場など公の場へ姿を現すなど、していた。 ありがとうございます。